こんにちは、みゆみゆのはんなり京都 TV です。ただいま私スージェに来ております。スージェにもまだまだアップしてないお店がたくさんあるので、そちらのお店を本日はご紹介したいと思いますので、みんなの週寒いけどついてきなさい。みゆみゆはんなり京都 TV、中心に美味しいお店を紹介しています。食べて飲んですする、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、場所はこちら、おなじみスージー、新しくなりましたこちらのお店。今日の女メスはここで酒と美味しいメニューをいただいてのんびりしたいと思います。本日のお店はこちら、揚げ物レバー美濃店佐竹さん。行ってみよう。こんにちは。うわー、美味しそうや。お腹も減ってるので定食と、まずは出来上がるまでに瓶ビールをいただきたいと思います。中瓶500円。寒い冬でもビールはうまいんですよ。だでは皆さんお疲れ様でした。しましたよ。本日注文したのは佐竹さんの名物レバー美濃天定食900円。めっちゃ美味しそう。レバーがゴロゴロなのよ。いただきます。美味しそう。まずは美味しそうな味噌汁からいただきましょう。うわ、具沢山、お豆腐めっちゃ入ってる。うわー、たっまる。おいしい。空腹の胃がめちゃくちゃポカポカに染み渡っております。もうね、ソースはかかってるんですよ。では、美濃からいただきます。佐竹さんのね、美濃天見て、ほんまにこれめちゃくちゃでかいでしょ。うん、うまっ。食べ応え最高。すんごいボリューム。京都一でかい美濃天とレバ天、味も最高に美味しいです。そっかそっちご飯。これ最高だな、この美濃レバ天定食。なかなかないでしょ、こんな。普通では。次はレバ天。あ、そうっす。次はこのレバ天にかけていただきます。レバーもゴロゴロやで、でかっ。これは相当値打ちあるのよ。レバーみの天、レバーも全然癖がなく食べやすい。うまっ。さあサラダでもいただきましょうかね。来ました、マヨネーズ。
激辛ソースこんな感じで、いいね、美味しそう。この辛ソースとマヨネーズ最高。そんなね、びっくりするほど辛くないの。後からビリビリビリってくるぐらい。見てこのたくあん、プレミアムたくあん、おいしそう。さっきの名物チョコ焼き、なんと8個入り、激安の400円。おいしそう、チョコ焼き。中にはね、いけるかな、これ巨大こんにゃくとネギとたくあんが入っております。やけどしてもいくぞ。うん、暑くても食べるぞやけども、めっちゃ暑いけどめっちゃ美味しい。見た目はね、これね、たこ焼きやけど、たこ焼きではないんですよ、皆さん。チョボ焼き。中にね、さっきも言ったたくあんとか、こんにゃくとか、いろんなものが入ってるの、ネギとか。これがまた美味しい。味もね、ついてるので、そのままパクッと食べてもらったら、良いです。うん、まーい。では、晩ご飯を食べていきたいと思います。みの。ほんまにここの身の最高やわ。あとでまた追加しようと思います。チョボ丼、チョボ丼、チョボ丼。ここに一味をかけてご飯とともにいただきたいと思います。どうもまがまが、アクアク、最高やね。チョボ丼、チョボ、畑の名物ウイロー160円。これいいで、デザート。どうよ、この手作りウイロー、最高に美味しい。ほんのりね、甘みが控えめ、黒糖の甘みがすっごいほんのりふんわか香る感じで、夏キンキンに冷やして食べたら最高やな。お腹膨れた、ごちそうさまでした。本日は女晩酌飯、通人の佐竹さんにお邪魔させていただきましたけども、
さすがにやっぱりね、この布天、レバ天、そしてしょぼ焼き、ここに勝るものはないかと思われますよ、京都。ぜひ皆さん、この老舗の美味しい美味しいちょぼとレバ身の天食べに、他にもたくさんいろんなメニューありますので、ぜひ来てみてください。めっちゃ美味しかったです。最高でした。では最後までご視聴ありがとうございました。みーみーハンネル京都 TV、 チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてますので、よろしくお願いいたします。